いきなりテレビが舞台になるみたいな風にしたかったです。 あそこがやっぱ決めなんで。およそ9000人から選ばれた10人が女優デビューをかけて行う演技バトル。何が？今回演技の脚本を担当したのは映画監督や画家などマルチに活躍する作家大宮エリー。過去の演技バトルで審査員も務めた大宮エリーはどんな脚本を書き上げたのか。親は勝手に離婚しておいてさ、それに付き合わされるわけで、幸せの感覚みたいなの掴みたいわけ。たった一人のかけがえのないとっても可愛い。黙って。お母さんと結婚した時好きだった？そりゃそうですよ。目を見て言ってみて。どういうポジション取るかっていうすごい考えてきたなっていう。あれなかなかできない。私が女優になる日、土曜深夜。男って別の生き物だって知って